今回の佐久大学で学ぼうは、信州短期大学部福祉学科の卒業生インタビューの第2弾です。佐久大学信州短期大学部を卒業し、介護福祉士として佐久両護園で活躍している6名の卒業生と施設の方にお話をお聞きします。まずはじめに施設の方から佐久両護園さんについてお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、友野です。佐久両護園は平成3年に開設しました東京都の都外施設の障害者支援施設です。現在84名のご利用者の皆さんが生活されております。佐久ののどかな緑に囲まれた施設でのんびりと今の職員と一緒に前向きにワイワイしながら生活している施設です。続いて高見沢さんお願いします。生活支援係長やってます高見沢と申します。うちは今生活支援50名いますけど、そのうちの6名が佐久大学さんの卒業をした職員です。いつも思ってますけど、優秀な人材、とてもいい人たちを育ててくれていつも感謝しています。佐久大学信州短期大学部を卒業した卒業生の皆さんにお話をお聞きしたいと思います。まずは自己紹介ということでよろしくお願いいたします。はい、好きなことは音楽鑑賞と絵を描くことです。与田沙織です。一人で映画を見に行くことが好きです。須藤沙織です。よろしくお願いします。仮面ライダーとウルトラマンが大好きな小林誠です。よろしくお願いします。ネットフィリックスを見るのが好きな高橋由美子です。お願いします。猫が大好きな加藤優奈です。よろしくお願いします。7匹飼ってるんだよね。休みの時に外食するのが好きな小林優馬です。よろしくお願いします。現在のお仕事なんですけれども、何年目になるんでしょうかと。高齢者介護の仕事に就く卒業生が多い中で、障害者施設への就職を決めた動機とかきっかけとか、与田さんからお願いします。はい、仕事は今年で13年目になります。障害者施設への就職を決めたきっかけは、実習で障害者の方たちと接する中で、幅広い年齢層の方たちとの触れ合いが楽しくて興味が湧いたからです。須藤さんいかがでしょうか。今年で約8年目ぐらいになります。障害者施設に就職を決めたのは、母が母子家庭で一人で育ててくれたので、母の将来を支えられたらなと思って福祉の方に進んだんですけども、まだ母も年齢がちょっと若いので、未知なる世界の障害者施設へちょっと進んで体験をしたいなと思って就職を決めました。小林さんいかがでしょうか。はい、介護を仕事をするきっかけになったのは、中学3年生の時に佐久両護園で福祉体験に来た時がきっかけで、そこから佐久大学の方で福祉の勉強をしまして、進路で迷っている時に当時係長を務めてた方がいらっしゃいまして、でその方にいろいろお世話になった部分もあるので、そこをきっかけに介護の仕事をつかせていただいたという話です。はい、で何年目ですか。7年目です。7年目。7年目。はい、はい、ありがとうございます。高橋さんいかがですか。はい、私も7年目です。介護の仕事、障害者施設っていうところで、私介護の仕事したくて、やっぱ佐久大学信州短期大学部に行って、実習の中で高齢者施設よりも障害者施設の方がなんか明るいなって思って、職員と利用者とのコミュニケーションの取り方だったりとか、施設の雰囲気が明るくって、そういう分野で働きたいなって思って障害者施設を選びました。加藤さんいかがですか。で4年目になります。実習を通して、高齢者より障害者施設の方が自分に向いてるかなと思って障害者施設に決めました。小林優馬さん、はい、いかがですか。私は2年目になります。障害者施設決めたのは、叔母も障害者施設で働いていて、障害者の方々と話をしているのが楽しいということで、私も障害者施設へ就職を決めました。はい、ありがとうございます。短大時代の思い出なんですけれども、今日集まっていただいた方、平成21年度卒から令和2年度卒までということで、十数年ぐらいの幅があるんですけれども、はい、それぞれ皆さん思い出って違うと思うんで、お話聞くのも楽しみなんですけれども、与田さんいかがですか。はい、私は手話サークルに入ってたんですけど、で手話サークルでの活動とか、ボランティアサークルのお手伝いで紙芝居を作って施設訪問したこともあって、それが
一番の思い出ですかね、はい、小林誠さんどうですか。自分はテレビの CM に出させてもらったのが一番の思い出です。その時当時はもうパンフレットの取材だと思っていたんですけど、当日は先生の方からテレビの CM の撮影だって聞いた時にはちょっと騙されたなっていうその時は、はい、ありました。 CM のセリフとかなんか覚えてるのありますか。ですね、たった7文字なんですけど、だから選んだってやつ、もう撮影の段階では27回ぐらい撮り直した、くらい の, 自分もちょっと滑舌とかがあまりよろしくなくてちょっとその点で何回も撮り直したっていうのが思い出がありますね。逆に7文字でよかったねあんまりそう長いセリフだとちょっと上がったりしてちょっとセリフも飛んじゃう部分があったのかもしれない次回も佐久大学信州短期大学部福祉学科の卒業生インタビューをお届けします。お楽しみに。